初代ドニゴール公爵初代ドニゴール公爵アーサー・チチェスターはアイルランド王国の貴族政治家ジョン・チチェスターとエリザベス・ニューディゲートの息子として1739年6月13日に生まれた1748年よりウェストミンスタースクールで教育を受けた後1757年11月25日にオックスフォード大学トリニティカレッジに入学 1759年7月5日に MA の学位を1763年7月7日に DCL の学位を習得した。1757年9月30日にオジアーサーが死去するとドニゴール伯爵位を継承1765年10月22日にアイルランド貴族院議員に就任した。 1768年イギリス総選挙で、マームズベリー選挙区から出馬、友人の第12代サフォーク伯爵ヘンリー・ハワードの指示を受けて、当選した後、1768年9月15日にアイルランド数密院の数密顧問官に就任した。議会では、チャタム伯爵内閣期にサフォーク伯爵の名優として投票したが、演説の記録はなかった。 1774年イギリス総選挙には出馬せず、議員を退任した。1790年7月3日、グレートブリテン貴族である、スタッフォード社における、フィッシャーウィック男爵に除された。さらに1791年7月4日、アイルランド貴族である、ベリファスト伯爵とドニンゴール公爵に除された。1799年1月5日に死去、息子、 ジョージ・オーガスタスが爵位を継承した。初代ドニゴール公爵の三人目の妻バーバラ、ジョージ・ロムニーが1793年、1761年11月16日、アン・ハミルトンと結婚、三男を設けた。1788年10月24日、シャーロット・スペンサーと再婚した。1790年10月12日、 バーバラ・ゴドフリーと再婚した。ありがとうございます。